どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の8月16日、火曜日でございます。はい。現在の時刻は朝の6時55分です。はい。ですね、今日はですね、天気が、悪くてですね、もしかしたらね、全国ニュースにも結構なってるので、知ってる人もいるかと思うんですけど、東北地方の北部ですね、青森、秋田、岩手もなのかな、多分特にその東北地方の北部の日本海側のエリアが、だいぶね雨強くなっているということで、先週くらいだったかな、もうね結構大雨が来て、青森県結構いろんな土砂災害がね発生したりして、もう私のスマホもね、もう災害情報なんかがいっぱいこう通知が流れてきて大変だったんですけど、今日もっていうか昨日ぐらいからなのかな、ね、また青森、秋田の、その日本海側のエリアかな、を中心に、雨がだいぶひどい状況になってるみたいです。幸いにして、私の住んでるところは、天気は良くないですけど、今日ね。天気は良くないんですけど、そこまでひどい雨ではないかな。一応、前回の時に、避難指示とかは出てたんですけど、それぐらい強い雨は降ってたんですけど、今回に限っては、まだかな。昨日の夜、夕方かな。夕方ぐらいからちょっと雨降ってたなっていうのは知ってたんですけど、今日はどうなんだろうね。大体ね、青森の地理的に言うと、いわゆるその日本海側、津軽地方って言われるエリアの方が、今回みたいに雨も多いし、で、実際雪も多いんですよ。青森県の東側、下北とか、南部地方か、太平洋側の方のエリアっていうのは、比較的雪もね、少なくて、だから今回ね、雨も少ないのかなっていうふうには思ってますけど、青森県にはね、真ん中にね、名前忘れちゃった。青森県を二段じゃない。半分にバサって分けるね、でっかい山がね、あるんですよ。八甲田だ。そう、八甲田。八甲田っていうね、でかい山が、あれは連峰なのかな？ちょっとあんまり詳しくないんですけど、山があるので、それを境にね、こう結構、環境がガラッと変わったりするんですけど、だからね、日本海側の方で、雪とか雨とかも全部こう、バーって降っちゃって、その後乾いた、空気というか、大気がこう、東の太平洋側の方に流れてくるみたいな、そういう流れがあるらしくて、比較的ね、東側の太平洋側の方は、雨とか雪も少ないのかなと思ってますけど、でも全国ニュースでね、弘前城のお堀だったかな、の様子とかがね、こう、ライブ中継されたりとかしてて、マジかと思って。まだ、お堀の方は、まだ氾濫するってほどではないみたいだけど、でもね、雨結構降ってるみたいなんで、青森県大変だなと思って見てました。私自身がね、そんなに被害を被っているわけではないので、ちょっと他人事のような感じもしてしまうんですけど、でも同じね、県に住む人間としてはちょっと心配だなっていう気がしております。で、天気はね、相変わらず昨日から、ちょっとは、でも昨日の午前中は良かったんだよね、天気ね。昨日の夕方ぐらいからね、天気悪くなっちゃったような状況ではあるんですけど、昨日から私ですね、ゲーム実況再開しました。昨日の朝の配信でもね、少し言ったんだけど、体調がね、少しずつ戻りつつあり、昨日から外出が許可されているということで、そろそろね、通常通りの生活リズムとか、今までやってたことをね、再開しないといけないなということで、
まあ、調子が良ければゲーム実況やりますっていう話をしたんだけど、うん。昨日ね、10時くらいからだいたいスタートして、約2時間かな。うん。2時間オーバーで、ヘブン・バーンズ・レッドの実況ね、ツイッチの方でやらせてもらいました。で、今ちょうど7時になったね。今ちょうど7時になったんだけど、YouTube の方にもね、7時に、この今日の8月16日の朝の7時にね、アップロードされるように設定してあるので、多分今もうすでにアップロードされたんじゃないかなと思います。はい。ね、うん。あの、ヘブン・バーンズ・レッドのイベントストーリーの、行動観察報告書っていうのがあるんですけど、第3章をクリアしないとプレイできないイベントストーリーで、で、それをね、やりました。はい。最後までやりました。うん。まあ、コロナにかかる前に、ちょっとやったんだよね。うん。こうちょっとやって、で、だいたいイベントストーリーって、まあ、3回ぐらいに分かれてるというか、あの、まあ、Day 1、Day 2、Day 3。まあ、あの、プロローグとかエピローグももちろんあるんだけど、まあ、だいたい3回ぐらいに分かれていて、まあ、私も3回に分けて配信したりするんですけど、今回はね、あの、まあ、コロナ前に1回やって、1時間くらいかな。うん。やって、で、まあ、10日ぐらいね、ちょっとコロナで休んでいたので、で、コロナ明けに昨日、久々にね、そのイベントストーリーをやったんですけど、あの、切りどころがね、ちょっとわかんなくて、これどこで切ったらいいんだろうと、うん。なんか、その、行動観察報告書っていうね、イベントは、その、さっき言ったプロローグとか、デイ1、デイ2、あ、プロローグはあったかな？プロローグあったんだっけな、忘れちゃった。まあ、いや、Day 1、Day 2、Day 3みたいな感じで、まあ、分かれてないんですよね。行動観察報告書っていうイベント。うん。だから、あの、いつもみたいにね、Day 1だけやって今回終了とか、Day 2だけやって終了、Day 3やったら終了みたいな感じで、自分でね、うまく綺麗にこう分けることができなくて、うん、どのタイミングで切ればいいんだろうってなっちゃったんだよね。うん。で、しかもその、現在ね、もう水着のイベントが始まってて、別の新しいイベントがね、10日から始まってまして、で、そちらのイベントもね、あと2週間ぐらいだったかな。あと16日ぐらいだったと思うんだけど、19だったかな？あれ？ちょっと忘れたな。まあでも、もうすでにね、あの5日、6日ぐらいは経過してしまっているので、はい。まあその期間内にね、早くイベントの方に取り掛かりたいなということで、まあ、あの、行動観察報告書をね、3回に分けてやってもよかったんだけど、うん。まあ、ちょっと久々だったのもあって、あの、もうとにかくちょっとゲームしたかったから、もう一気にね、あの、行動観察報告書のイベントを最後まで駆け抜けました。はい。まあ、だからね、ちょっと長くて2時間超えの配信にはなってしまったんですけど、うん。あの、マジでね、スマホのバッテリーが、持つか持たないかっていうめっちゃギリギリの戦いをしてたんですけど、うん、なんとかね、スマホのバッテリーの何パーぐらいだったかな、 3パーか4パーぐらいまでは行って、まあ、なんとかギリギリね、あの、配信を終えることができたんですけど、うん。まあ、だからスマホの実況はやっぱり、なんとか頑張ってもやっぱ2時間ぐらいかな。うん、フルに充電してね。フルに充電してやっぱ2時間ぐらいが、まあギリギリなのかなとは思いますけどね。うん。はい。まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、まあ、とりあえず、ヘブン・バーンズ・レッドの実況をやりまして、昨日ね、無事、行動観察報告書のイベントが、まあ、終了したという形でございます。はい。で、今日はですね、まあ、ゲーム実況ね、今日もやろうかなと思っているんですけど、はい。今日はね、比較的、まあ、体調はいい方かなと思いますので、今日もやろうと思ってます。はい。で今日は、早速ね、水着イベントやっちゃおうかなと思ってます。はい。まあ、他のゲームにね、一回こう、間を挟んでっていうのも、まあ、考えたんですけど、まあ、さっき言ったようにね、イベントストーリーってやっぱ期限があるので、もちろんアーカイブでね、あの、プレイすることもできるんだけど、やっぱりその、時にね開催してて遊べるんであればねやっておきたいなっていうのもあるので、まあ今日から水着イベントねやっちゃおうかなと思っております。はい。
ただ、第3章の終わりだったりとか、あと、そのさっき言ったね、その行動観察報告書のストーリーだとか、と比べると、まあ、おそらくだけどね、予想では、まあ、だいぶね、テンション高めのイベントだと思うんだよね。ね。まあ、第3章の最後までやった方とか、まあ、知ってる人とか、ね、昨日のね、私の配信の行動観察報告書を見てくれた人はわかると思うんだけど、もう、さ、もう、なんていうのかな、いたたまれないというか、ね、どう考えてもその、テンションウェーイみたいな感じにはならないわけですよ。うん。絶対落ち込んじゃうんだよね、やっぱり。うん。まあ、いい話だったよ。すごくいい話だったし、感動したんだけど、やっぱどうしてもテンションウェーイみたいな感じになれないんだけど、でも、今回の水着イベント、もう完全にそっち系の多分イベントなんだよね。多分。もちろんその、ストーリーの部分はね、結構いい部分、いいっていうか、ね、感動するシーンとかもあるのかもしれないけど、まあ、どっちかっていうとその、ね、みんなで水着みたいな、なんかテーマパークみたいなところに行くんだっけな、なんかお化け屋敷みたいなところでね、お化け退治したりするみたいな話だった気がするんだけど、うん、だからね、ちょっとテンションの差にちょっとこう戸惑いはあるんだけど、うん、まあでもね、期限もそんなに長くないので、もうパパッとっていうか、まあおそらく3回ぐらいに分けてね、やっていくことになると思うんですけど、はい。水着イベントやっていこうと思ってます。はい。それが終わったらですよね、問題はね。それが終わったら、まあ3日ぐらいかかると思うんだけど、それが終わったら、まあヘブン・バンズ・レッドを1回ちょっとお休みして、別のゲームをちょっと挟もうかなと思っているんですよ。まあ、配信でも言ってるんですけど、体験版、ディオフィールドクロニクルだったかなっていうね、プレステ4の体験版があるので、ちょっとそちらをちょっとやってみたいなっていうのがあったり、あとは、鋼の錬金術師モバイル、うん、製品版がね、リリースされたということなんで、まあ、ちょっとだけ、うん、やってみようかなっていうのも、まだできてないんで、はい。それもちょっとまあ、挟んでみてもいいかなと思っております。はい。まあ、あとは幻冬とかもね、やろうかなと思ってるけど、まあ、幻冬はまあ、別にいいかな。どうしようかな。前もちょこっと言ったけどね、まあ、ストーリー部分がちょっと微妙っていうのも聞いてるので、まあ、長くは続かないだろうということでね、まあ、後回しにはなるかなとは思います。はい。って感じで、まあ、ゲーム実況ね、少しずつ再開していくつもりなんでね。はい。よければ見てくれると嬉しいです。ほい。ということで、ゲーム実況再開したというお話でございました。はい。で、今回のこの配信はですね、まあもちろんね、ゲーム実況再開したよっていう話もしたかったのは、もちろんあるんですけど、一つね、報告というかお知らせ。うん、押しとこうかなと思いまして、今回撮っております。はい。で、何のお知らせかというと、まあ、あまりいいニュースではないじゃないんだけど、まあ、別に悪くもないっちゃ悪くもない。うん。なんだけど、クドラジの公式サイトを、まあ、閉鎖しますっていうお話です。はい。まあ、知ってる人いるのかわかんないけど、ね、まあ、現時点ではもうね、まあ、YouTube だったり、Twitch だったりさ、あと、ま、Twitter とか、まあ、いろんなとこでね、なんか、ポッドキャストとか、まあ、ゲーム実況のね、私のチャンネルのリンク貼ったりしてるんだけど、実はね、クドラジの公式サイトっていうのが、まあ、一応あるんだよ。一応。そう、一応ね。一応あるんだけど、全然もう今はね、シェアしてないんですよ。皆さんに。うん。シェアしてないです。そうだね。昔の配信とかを遡れば多分リンクついてたりするし、あとね、Google で多分クドラジって入れればもしかしたらね、一番トップに出てくるんじゃないかなと思うんだけど、全然、何も触ってないんだよね、最近。そう。一応ね、まあ、サイト内で、ポッドキャスト聞けるようにしたりとか、
ね、いろいろ工夫したりしてはいたんだけど、もうかれこれもうずっとかな、今年入ってからちょっといじったかなぐらいですね。去年の9月か10月ぐらいに始めたんですよ確か。その配信の様子もね、クドラ、あ、配信っていうか、その様子もね、クドラジで配信してるんですけど、まあだから大体1年ぐらい経過して、サーバー、クドラジの公式サイトって、サーバーを、レンタルサーバーを契約して、で、そこに、ワードプレスをこう、インストールしたりして、で、運用してた、まあ、ウェブサイト、まあ、いわゆるなんかのブログとかね、ブログの始め方とか調べるとさ、なんか、なんだ、ノートでやるとかさ、あとなんだ、アメーバでやるとか、アメーバって言うのかな、アメーバブログでやるとかさ、なんかいろいろあるじゃん。ライブドアブログとか。で、それ以外にやっぱ自分で、やっぱオリジナリティ出してやりたい場合は、本気でやるんならワードプレス使ってブログやりましょうみたいな。なんかいっぱい出てくると思うんだけど、まあいわゆるそのワードプレスを使って、クドラジの公式サイトって運用してたんだけど、まあ当初の目的としては、その、クドラジの、その文字起こし版というか、ね、私が喋った内容を、文章に起こして、で、なんかこう、アフィリエイトのね、リンクとかをこう貼り付けて、こう収益化していくつもりで、立ち上げたはたん、したんだけど、まあ、結局、私の配信スタイルがですね、まあいろいろね、コロコロ変わったんですよ。ね、去年ぐらいから。ぐらいからってかもうずっとなんだけど。で、私その、クドラジの配信スタイルね、脚本じゃねえや。台本か。台本をね、もうきっちり書いて配信してた時期があって、でその時期には、ちゃんと公式サイトの方にも、記事を投稿したりしてたんですけど、途中から、その、なんで脚本って言っちゃうんだろう。台本をね、書くのがめんどくさくなって、まあ、今みたいな、本当にもう、スタート、まあ、レコーディングボタンを押して、わーって喋る、自由に喋るっていうスタイルに変わったんですよね。で、すると、まあ、文字で起こすのが大変になってくるんですよね。なんていうの、まあ、文字起こしすること自体は難しくないんですよ。まあ、YouTube にアップしたりすれば、YouTube でも文字起こしできたりするし、難しくはないんだけど、まあ、その YouTube で文字起こししたり、まあ、Word で文字起こししたり、まあ、他のツールでもいいんだけど、文字起こししたデータを、まあ、WordPress というか、まあ、ブログのサイトの方に移して、で、間違ってね、変換されてる部分を直して、で、かつ、その、なんか、アフィリエイトリンク貼り付けたり、あと、文章の体裁整えたりとかさ、ね、やっぱ、その、ブログじゃないけど、文章のコンテンツとして見る場合は、ある程度こう見やすくさ、整えなきゃいけないんじゃないですか。ね。ポッドキャストみたいに、こう、ただ喋って、聞いて、間違ったら訂正して、みたいなことができればいいんだけど、なかなかね、文章だと、それが、なんか難しいというか、伝えにくいというか、まあ、大変なんですよ、とにかく。私、基本一人でやってるんで、全部。毎朝ね、やっぱ喋って、配信して、それだけでもちょっと大変なんだっちゃ大変なんだけど、その上ね、文字起こしまでして、ブログコンテンツの、なんか、投稿までやるってなると、もう本当にね、まあ、アニメ見たりゲームしたりする時間がちょっとないなと思ったので、全然ね、手つけられてないんですよ、クドラジの公式サイトって。なので、まあ、ちょっとクドラジの公式サイトを、閉鎖しようかなと思っています。思ってるっていうかもう閉鎖されます。はい。おそらくだけど、9月1日になった時点で多分ね、閉鎖されるんじゃないかなと思います。はい。ドメインとね、サーバー、まあ、契約っていうか、サーバーかな？コノハっていうところのサーバーをね、私利用してるんですけど、今ね。1年くらい前に契約して、で、コノハだったかな？コノハの、そのサーバーを契約すると、無料で、ドメインが1個ついてくるっていうね、確か、サービスというか、まあ、キャンペーンみたいなものだったかな？がやってて、だからサーバー代だけ払えば、ドメイン代をわざわざ払う必要がないみたいな、まあ、そういうものになるんですけど、
サーバーとかドメインとかこいつ何言ってんのみたいな人は、自分でね、いろいろ調べてみてほしいんですけど、うん、まあ、ブログやったりする人はわかると思いますが、ね、サーバーを契約したり、ドメインを契約したりってすることが、まあ、必要になるんですけど、うん。で、私はね、サーバー、コノハのサーバーを利用して、で、ドメインはね、そのキャンペーンで無料で使えるやつを使ってました。はい。で、サーバーをね、一応その自動更新させずに、期限が来たらもう自動的にまあ解約というか、もうサーバーが使えなくなるっていう状態に今したので、もう、うん。なので、サーバー自体は10月1日で切れるっつったかな。うん、確かね。うん。なんだけど、ドメインは9月1日で有効期限が切れるらしいので、うん、なんか1ヶ月の差があるんだよね。よくわかんないんだけど。うん。だから、まあ、サーバー自体は、まあ、10月1日からなんだけど、から、なくなっちゃうんだけど、ドメインはね、もう9月1日から切れちゃうということなんで、おそらく9月の1日になった時点で、公式サイトアクセスできなくなるかと思います。はい。まあ、サーバーだけあってもね、ドメインが有効じゃないと使えないんで、多分、うん。多分ね、おそらく、ちょっとわかんないけど、はい。9月1日以降は、クドラジ公式サイトにはアクセスできなくなるかと思います。はい。というお知らせでございました。まあね、結構、ポッドキャストやってる方はね、まあ、自分のね、その、公式サイトというか、はい、持ってる人結構いると思うんですけど、まあね、うん、ちゃんとその、やっぱもう、文章のコンテンツとして、運用していける人はね、別にいいと思うんですよ。まあ、外部に委託するなりさ、まあ、二人でやってるんだったら、どっちか片方がやるとかさ、ね、片方がその、なんだ、配信作業、その、まあ、収録とか、配信したり、まあ、文章考えたりとかっていうのをやるっていうのにして、もう片方はその文字起こしをして、まあ、ブログコンテンツを作り上げるっていうふうにすると、まあ、分担作業。まあ、でも、そうだな、文字起こしする方が大変だとは思うけど、うん。まあそういうふうに分担したり、まあ、外部に委託したりすればね、まあ、運用していけないことはないんだけど、まあでもね、一人でやるってなると、まあ、大変なわけですよ。うん。まあもちろんね、年間サーバー代って1万、2万いかないぐらいかな。確か。違ったっけな。1万以上はする、確実に。うん。なので、まあそんなに高い、ね、なんだ、固定費というか、運用費ではないんだけど、まあ私みたいなね、お金のない人間からすると、まあ、年間1万ちょいでもちょっときついものがね、やっぱあるので、うん。まあ他のそのノートとか、まあ私ノートとかもね、アカウント作ってなんかやったりしてましたけど、まあ今はね、全然やってないんだけど、うん、とか、あとはアメーバブログとか、ライブドアブログとか、ね。いろんなその、なんだ、オリジナルの、まあ、オリジナルドメインも有料課金すれば使えるんだっけな。ちょっと忘れましたけど、まあ、そういうね、会社さんでやってるそのブログサービスみたいなのを利用すれば、まあ、基本、無料でね、使えたりもするんですけど、まあ、ワードプレスとか使って、やっぱオリジナルのサイトを作ろうとなると、まあ、さっき言ったサーバー代とかドメイン代とかね、うん、まあ、お金がある程度かかってきちゃうので、うん、本当に本気でね、そういうのをやりたい人は別にいいと思うんだけど、私みたいにポッドキャストやってて、ね、外部に委託することもできず、文章に起こすのもちょっと難しいってなると、なかなかね、うん、一人だと運用しづらい部分があるなと思って、まあ、今回ね、閉鎖することになったわけです。はい。なのでね、まあ今後、そうだよね、クドラジの公式サイトなるものを、いるのかいらないのかっていう問題もあるけどね。うん。まあ今のところは別に収益も何も発生してないから、完全に趣味でやってる状態なんで、うん。ね、まあ外部に委託するほどのものでも、外部に委託するってなるとね、やっぱそれなりに費用がまたかかってくるし、ね、またブログのサーバー代、ドメイン代も払っていかなきゃいけないから、うん、ね、私正社員みたいな感じでね、フルタイムで働いてるわけじゃないんで、なかなかお金的に厳しいものがあるんだけど、
まあでもさっき言ったようにね、でも無料で使えるブログサービスなんかも結構あるので、まあそういうのを駆使するのがいいのかなっていうふうには感じたりはしてますね。うん。まあそれこそノートとかさ、ね。ノートとかを、まあクドラジのね、公式サイトとして、まあ利用するっていうのも、まあありかなとは考えてますけど、ただノートはね、ワードプレスと違ってね、アフィリエイトリンクが貼れないんだよね。うん。そこが一番かなと思います。うん。そう、Amazon アフィリエイトのリンクは貼れるんだけど、確かね、貼れるんだけど、普通のいわゆるその、なんだ、ASP っていうところで取得した、アフィリエイトリンクとかは、確かね、貼れないんだよね。うん。あと、まあ、その Google のね、アナリティクスじゃなくて、Google のアドセンスか。の広告とかも出ないから、まあ何回見られてもまあ、ね、収益が発生したりするわけじゃないしね。うん。まあノートはノートでなんかその、書いたノート自体をね、販売したりすることで、まあいろいろね、できたりも、収益発生させたりもできるんだけど、まあなかなか、うん、難しいですよ。うん。私もね、ノートで、ポッドキャストのね、文字起こしを販売したりなんてこともしたことありますけど、一個も売れなかったからね。まあ、もそもそも売る気がないというか、こんなの誰買うんだと思って売ってたから、まあ別にいいんだけどさ。うん。まあなので、まあクドラジの公式サイトは、とりあえず閉鎖になって、まあ、その公式サイトとしてのね、まあなんていうの、機能をどこかに移すかって言われると、今のところはあんまり考えてないかな。移すとしたら、まあ、ノートとか、かな。うん。だから、今のところさ、文字起こしとかをやるつもりがないから、うん。なんか、あまり、必要性を感じてないっていうところですかね。うん。もちろん、その、アフィリエイトリンク貼ったりとか、まあ、そういうことができるようになるとね、うん。外部に委託して、完全にお任せしてね、やってくれる人がいたりすると、まあ、いいのかなって思いますけど、ね。なかなか、厳しいものがあるかなと思います。はい。ね。本当にね、文字起こしするので大変なんですよ。うん。大変。文字の体裁整えたりするのがとにかく大変で、ね。やっぱ、文章のコンテンツとして見やすくなるようにね、いろいろ設定したりするのが大変でね。私はめんどくさいのがとにかく嫌いなので、うん、もういいかなってなっちゃったんだよね。うん。別に文章書くこと自体、そんな好きでもないしね。うん。おそらく喋ることは好きなんだけど、文章書くこと自体があんまり好きではないんだろうね、多分。うん。まあ、というのもあるけどね。うん。やっぱ、ブログ書いたりするのが好きな人もやっぱいるから、そういう人はね、やっぱ、続けた方がいいかなとは思ったりするけど、まあ、私はポッドキャストの方が向いてるなって自分って感じたりするので、うん。まあ、ね、ポッドキャスト文字起こししてね、文章コンテンツとして投稿してる人もたくさんいるから、まあ一概に、ポッドキャストには合わないということはないと思うんだけど、むしろ、うん、ポッドキャストね、アフィリエイトリンク貼ったりするのちょっと難しかったりするから、ね、収益化もなかなか難しいからね、うん、そういった方向で収益化する方が、まあ王道なのかもしれないけどね、うん。はい。というわけで、まあちょっとダラダラと喋ってきましたけど、まとめると、クドラジの公式サイト、まあ、閉鎖されます。はい。で、おそらく9月の1日以降はもうアクセスできなくなるかと思いますんで。はい。まあ、ほとんどアクセスないんだけどね。うん。この配信のね、概要欄にも、特に、リンクを貼ったりすることはしないです。はい。別に本当にアクセスしてほしいとかも全然ないので、うん。はい。全然ないので、もう本当にね、運用してないというか、うん。もう全然私も触ってないから、もう体裁も、見てくれもね、もう、ごちゃごちゃだし、うん。ね。うん。まあ、もしね、今後その、公式サイトの機能を持った、なんか、ウェブページだ、ウェブサイトというか、みたいなものをまた始めるってなったら、またクドラジでね、お知らせしようかなと思ってます。はい。まあ、今のところはあまり必要性を感じてないので、やるつもりはないです。はい。そんなところですかね。はい。OK。
ケーオッケー。よし。というわけで、じゃあ今回のね、配信はここまでにしたいと思います。はい。今日はゲーム実況やっていきます。はい。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。